置く方に集中したいから渡してくれると嬉しいんだけど。はい、坊ちゃん。どこに入れてるの？ここにも仕込んでおきます。全然集中できない。それよりアリス、早くプールに入ろう。暑くてたまらん。はい、では。何やってんの？暑いので先に脱いでから水着を取ってこようかと。順番逆でしょ。二人ともちゃんと別の場所で着替えてきて。私ならもう着替えたが。早っ。水着持ってたんだ。はい、いつかボッチャレにお見せできる時が来るかもと。ボッチャンはお入りになりませんか？僕はいいや、二人で遊んでよ。ではそちらでご覧になっててください。じっくりと。アリス、何その格好？バニーです。いや、それはわかるけど。ここはボッチャンの望みがそのまま現れるのです。僕の望みが？なるほど、つまりボッチャンの妄想を覗き見できるということですね。アリス、いや、これはその…お好きなんですね、バニー。どうしてくれるんだ、ザイン。まあ、私がたくさん。ごめん、本当に。謝ることはありません。この程度なら健全ですよ。申し訳なさと恥ずかしさでいっぱいだよ。なんだこの苦行。私は得した気分です。今のうちに坊ちゃんのお好きなものをメモしなければ。坊ちゃん。何？振り向かないで、しっかりボールを見ていてください。これだけ近いとなんだか熱くなってしまいますね。君が近づいてきたんだろう。約束通り結婚してください。結婚？そんな約束してないけど。同じことです。すぐに式を挙げましょう。覚悟してください。そんな。いや、申し訳ありません、出過ぎたこと。可愛い、そこ閉じるんだ。あなたたち人間にも得意不得意があるように、魔女にもそれぞれ得意な魔法があるの。坊ちゃんはサーカスどうされますか？とてもできるとは思えないよ。アリス？坊ちゃん、私も我慢できないです。え？触れられる場所があるかもしれないので、二人で確かめ合いませんか？どんな魔女が来たって君のことは僕が守るからね。まあ頼もしい。お礼に。脱がなくていいから。サーカスのチケットならカフさんからいただいていますよ。またそんなところに入れて。夜の海は冷えるね。裸で温め合いましょうか。それはちょっと。坊ちゃん。お。どうですか、この衣装。すごく似合ってる。手のひらに星を描いて、あとはハグです。はい。嘘を教える。来てくれてありがとう。じゃーん、坊ちゃんが幼少の頃に描かれたイラスト集です。なんで君が持ってるの？まあ、見たいです。では、これはアリス殿にあげちゃいます。超人のものを勝手に。お返しした方がよろしいですか？何と言ったか聞こえましたか？僕の口からはとても言えない。成功です。すみません、夢の中なのでまた触れられるのか試していました。坊ちゃんも触っていいんですよ、狼みたいに。遠慮しておく。たかし、ご飯よ、ご飯よ。
またサバトに行くって？どうしてそんな格好で？魔女の方々には顔が知られているので変装しようと思いまして。どうでしょう、世の中の可愛いを集めたら君になるくらいか。お二人の魔力を借ります。はあ。カフさんが持っていた石をロブさんから借りてきました。保管場所がセクシーすぎない？自分の方でもつねってから確かめてみれば。はあ。ここはお屋敷です。どうやら強制的に帰らされたようですね。乗せるとこおかしくないか？ああ、私からもプレゼントだ。ビオラと一緒に服を選んでみた。まあ、ありがとうございます。今着てみてくれ。今？ダメだよ、僕がここにいるんだから着替えなんて。私は構いませんが。僕が構うの？とにかく今日から屋敷で眠りなよ。坊ちゃんの睡眠のお邪魔にならないようにしますね。なんで一緒に寝る前提なんだ。ところでダレス見てないすか？いや、見てないけど。魔女じゃなくてアリス。なんで窓から？ここ3階だよ。坊ちゃん、今エッチなものをご覧になってましたか？何のことだ？見えてらっしゃいます、坊ちゃん。坊ちゃん、どうかなさいましたか？いや、その、さっきエッチなやつ見てたのバレちゃったから、なんか恥ずかしいなって。そのことでしたか。私でよければ、いつでもお見せしますのに。うわっか。まあ。アリス。窓をまたぐだけでセクシーだ。足を出したのはわざとです。だろうね。シャーデーと友達になるなら、そういう知識も学んでおきたいしね。はい。何より私は、坊ちゃんと一緒の学校に通えるのが嬉しいです。めっちゃ可愛い。あとは特に何もないよ。一体ダレスは、この日誌の何を隠したかったんだろう。うん。いつもながら近い！悩ましげな横顔が素敵でつい。いずれ、ダレスに確かめてみよう。それだけの魔法の使い手で心が読めたなら確かに最強だな。本当？全然読めない。このままアリスのおっぱい触っちゃおうかな。そもそも家を開けるならお母様の許しが。ちょっとお兄様、いつもみたいに止めてくんないと本当に触っちゃうからね。何？どうぞビオラ様。ヤコ、ありがとう。私魔法とかよくわかんないけど楽しいし。リオラ、タオルを巻いたまま風呂に入るのはマナー違反だ。脱げ。絶対やだ。坊ちゃん、いいから僕の下に隠れてて。違うよ、断じて変なこと考えてないから。まだ何も言ってませんが。そこ、イチャイチャするな。二人と合流するまではシャーデーに近づくのも危険だな。もし見かけても遠くから見るだけにしよう。はい、見るだけ。私、坊ちゃんに見られるの好きです。いや、ふって可愛いけど。